すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 前機無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター6O、前機反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、 12H ロスト、前機マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。イレブン B ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブン、ロスト、ワンティーロスト、規定により当機 2B が隊長任務を継承。敵機多数確認。起動形態への許可を申請。起動形態への移行を許可します。
通信データ、 FSCIAU が軍距離で前で解析し、近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見れば分かるよ。敵の破壊を確認。いや、これが目標大型兵器。否定。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う。通信回復。通信者、今ホットブロック提供。ホットプログラムのダウンロード終了。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。
2B さん。何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出している。めんどくさい。スキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。トゥービー。
解析。このエレベーターはプロテクトされているため使用不可能。広いな、この廃墟。ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。
接攻撃を推奨。分かってる。工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。倒せばいい。
あれは目標超大型兵器発見。これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。警告、敵兵器による下方向からの攻撃推奨退避。救助する。
修復する。ボット、止血ジェルとロンリーウイルスワクチン、それと非推奨。当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置。うるさい、いいから出して。トゥービー、言って、黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。すごく強引な戦い方ですね。トゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいです。準備はできました。ブラックボックスを。
神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。管制部許可する。